木連続。木連続は、およそ二百十種を含む、大きな皮脂植物木連目木連科の属である。木連属の分布は、比較的不連続である。北米東部、中米、西インド諸島及び東アジア、東南アジアである。いくつかの種は、南米産である。今日多くの木連属の種と、現在も増え続けている後輩種が、干渉用時木として、北米、 ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドで植栽されている。園芸関係では、俗名からマグノリアと総称される。俗名は、フランスのモンペリエの植物学者、ピエール・マニョルにちなんで名付けられた、学名マグノリアの起源参照。木連俗は進化の観点で、古い族である。蜂の登場の前に進化した花は、甲虫を誘引するように発達した。そのため、 死髄はしっかりとできており、甲虫の徘徊による破壊や食害を防いでいる。化石の種である、エムアクミナータは2000万年前のものと報告されており、木蓮化に属すると同定可能な植物は9500万年前に遡る。木蓮属の、それ以外の原始的な特徴として、ガと花びらが区別できないことがある。火片の用語は、木蓮が持っている。 中間的な形態を指す。木連続のハワリン氏名のいくつかの種、ジャイアンツレオパードマスなどに食用とされる。マグノリアはミシシッピ州とルージアナ州の州下である。ミシシッピ州は州内にマグノリアが多いことからマグノリアの州と俗称される。またミシシッピ州の州の木である。1703年にシャルル・プルミエがゲネラの中で マルティニーク島の花木を記載している。地元でタローマと呼ばれていたこの種に、プリミエは、ピエール・マニョルにちなんで、マグノリアと命名した。マニョルの弟子ジョゼフ・ピトン・ツルムホールのもとで、パリで植物学を研究していた、イギリスの植物学者、ウィリアム・シェラードが、おそらくプリミエの後で最初にマグノリアの名前を用いた人物であろう。シェラードは、 少なくともディレニウスのホルタス・エルトメンシスとマーク、k ビーの有名なカロライナの自然史の分類の部分には関係しいた。これらは、プルミエのゲネラの後にマグノリアの名前を、北米温帯の花木のいくつかの種に対して使った研究である。リンネは、プルミエのゲネラをよく知っていた。自然の体験システマナツラへの1735年の初版では、 マグノリアの名前を記載せずにプルミエの研究の参照という形で使っていい。1753年には植物の種スピーシーズプラントラムの初版でプルミエのマグノリアを使用している。リンネは標本庫のプルミエのマグノリアの標本を仮に存在したとしても見たとはなかったし、記載と貧弱ながだけしか手元になかったので、ケイツビーが1731年に カロライナの自然史に記載したものと同じと判断したに、違いなく、マグノリア・バージニアナ・ナバル・フィタダ、現在のエム・グランディフローラの動物異名、シノニムとした。プリミエが最初にマグノリアと命名したものは、後に、ダマルクによって、アンノナ・ドーデ・カッパ・トーラと命名され、それ以降にマグノリア・プラミューリーやタローマ、プラミューリー、やそれ以外の多数の名前で命名されたが、今日では、 マグノリア・ドーデカ・パトーラの名称で知られる。木蓮は中国で古くから知られて利用されてきた。古い記録は1083年に遡る。スペインのメキシコ征服の後、スペインのフェリペ2世は、ーのフランシスコ・エルナンデスに対し、1570年の学術調査を行わせた。エルナンデスは図を含んだ植物の記載を多数言ったが、出版はそれ以後に起こった。 多数の事故により遅れ妨げられた。原稿は1629年から1651年にかけてアッカデミア、デイ・リンチェイの会員たちによって再編集され、1651年に3分冊のノバ・プラントラム・ヒストリア・メキシコなメキシコ植物詩として出版された。この研究には、現地名でエラクサー・カイトルと記されている、おそらくマグノリア・ディ・アルバタの図が含まれている。 これがおそらく最も初期の西洋に紹介された木蓮の記載であろう。イギリスやフランスの北米に派遣されたキリスト教伝道施設によって木蓮が記録されたか否か不明確であるがヨーロッパへの木蓮の移入は記録が残っている。宣教師で植物収集家のジョン・バニスターがロンドンの司教ヘンリー・コンプトンにバージニアからララストゥーラピファー ホーリースサブタスエクスシナーをアウトアーゲンテオ、パーパーアーレスンティバス、訳中、非常に長いがこれが、リンネの二名法以前の種名を送ってきたのである。今日、これは、マグノリア・バージニアナとして知られる。つまり、最初の木蓮は、シャルル・プルミエールが、マルチニーク諸島でタローマを発見して、マグノリアと名前を付ける前に、ヨーロッパに到達していたのである。リンネが、 マグノリアをスピーシーズ・プラントラムで取り上げたとき、ただ一種マグノリア・バージニアナからなる見出しを作った。この種の下に5つの編集を記載した。システマ・ナツラエの第10版では、編集グリエッサとグラウカをまとめ、残った4つの編集を種に格上げした。18世紀の終わりまでにアジアを探検した植物学者とプラントハンターは、 中国と日本の木蓮を命名し記載し始めた。西洋の植物学者によって記載された、最初のアジアの種は、マグノリア・デヌダタと、マグノリア・リリーフローラ、またマグノリア・ココと、マグノリア・フィグウである。その後まもなく、1794年にツンベリーが、ホオノキ・マグノリア・オボーバタを日本で採集、記載し、それと前後してコブシ・マグノリア・コボスが採集された。それ以降、 種のリストは長くなり続けていく。種が増えるにつれ、木連族はマグノリア族とユレイニア族に分割された。マグノリアは、特にアメリカが死州国で、園芸上重要な種であるアメリカの常緑の大産木及び基準種のマグンリアバージニアナを含む。ユレイニア族は、数種のアジアの落葉性の種、白木連マグノリアデヌダタやコブシマグノリアコボスを含む。 これらはそれ自身で、また後輩種の親として、園芸上重要である。ユレイニア族に属する者にはまた、アメリカの落葉性のマグノリアアクミナータがあり、最近は黄色の花色を新しい後輩種にもたらす者として、重要になっている。木蓮科の中の類縁関係は長い、間分類学者の悩みであった。このトガが非常に古いこと、多くの地質学的イベント。 例えば氷河期や作り山運動、大陸移動などを生き延びてきたために、分布は散在的なものである。いくつかの種や種群は長期間孤立していたのに対し、他のものは密接な接触があった。都かの中、あるいは木連続の中を分割するにあたって、形態的特徴のみでは、ほとんど不可能に近いことが明らかになった。20世紀の終わりになって、 DNA 塩基配列の決定が系統学的に大規模な研究に使えるようになってきた。木蓮科の多数の種についてのいくつかの研究で類縁関係の調査がなされた。これらの研究いずれもが明らかにしたのは木蓮族マグノリア属族に対してよりもミカリア族と木蓮族、ユレイニア属族は相互に遥かに禁縁であるという結果あった。これらの系統学的研究は 形態学的データでも指示された。名称が類縁関係を反映するものであるなら、ミカリア族ともクレン族、ユレイニア族の関係は好ましいものではない。分類学的には三つの選択がある。マグノリア族は族とトガの基準種である、マグノリアバージニアナを含んでいるため名称の変更ができない。ミカリア族の種で、園芸上経済上重要な種は、 材を別としてあまりない。マグノリアア族とユレイニアア族は、演芸上重要な種を多く含んでおり、名称の変更は歓迎されるものではない。マグノリアは、ヨーロッパでは程度に違いはあってもユレイニア族の同義語である。そのため、ユレイニアア族とミカリア族に禁煙性を認める、多くの分類学者が、第三の選択肢を支持している。同様にして、タローマと、 デュガンデアデエンドランの二族は、マグノリア族に、マングラティアはマグノリア族、または、新しいア族の地位を与えられるであろう。エルマーリアはミカリア族やユレイリア族に、近いように見えるので、現在のミカリア族と同じように扱われるであろう。小さな、あるいは単型の族、クミリア、バラクミリア、パキラーナックス、マングラティアストラム、ロウマデンドラン、ウーンヤングア、アルシーマンドラ、 パラミッケリア、ツンヤデエンドランなどの命名法上の正確な地位は明確ではない。ミカリア族を木連続にまとめる、分類学者はこれらの小さな族を抗議の木連続にまとめる傾向がある。現在のところ、欧米の植物学者は大きな木連続に、多くの中国人研究者は小さな族を認める傾向にある。以下のリストは温帯の種のみで、 それ以外に多くの種が熱帯に散する。完全なリストは木蓮協会のリストを参照。全般に木蓮族は園芸家の関心を引く族である。後輩によって異なった種の優れた特徴を合わせることは成功しており、親より若い樹齢で開花するものや、より特徴のある花をつけるものが作られている。最も広く植えられている木蓮は後輩種のサラサ木蓮。 MX、ソランジーアナ、木蓮と白木蓮の交配種である。M オフィシナリスの樹皮は漢方薬で香木として日本ではホオノキが同様に使われる。方向のある樹皮はマグノロールとホノキオールを含み、この2種のポリフェノール化合物はアンティアングザイティとアンティアンジーアゲニックの性質を示す。木蓮の樹皮はまたアレルギー反応とアズマティックを抑えることが示されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。